ぞ。よし、ね、うまいね。うまいですね。小島に。あ、本当だ。出しますか。はい、あ、行きましょう。です。ちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわー、がお願いします。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。始めましょう。今日ね、たくさん買ってきちゃったよ。何から行くんですか。まずは、ドーンと、うわすごい。阿武町の定置網で取った、はい、ブリ。いいっすね、でかい。天然の顔してるもんね、ブリは。ブリって養殖と天然顔が違うから。へぇー。そうなんだ。そう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 。どう違うんですか。天然はね、シュッとしてるのよ。養殖はもっとブってな。なんか柔らかい感じ。はいはいはい。ぬるい感じしたね。朝どれって言ってましたもんね。朝どれですよ。ブリブリだもん。わかるんだ、ブリブリなのに。今日はこれを。こいつは、しゃぶしゃぶと、お刺身と、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあまずこいつをおろしていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。こんなでかいの久々に見ますよね。ね。ブリもっとでっかくなるからね。うん。でっかくなるとまた脂が乗ってくるんですよね。ブリの手前だったですよね。そうだね。うん。頭は後で焼きますか。いいんですか。いっちゃいましょうよ。いいですか。日本酒が足りなくなっちゃいますね。がっつりね、がっつり塩を効かせて焼くのがうまいんだよね。ブリカマ美味しいですもんね。ブリカマはうまい。こっちから包丁入れていくんだ。そうそう、俺はね、腹切っちゃってから返す。なるほど。身の感じ仕上がってますね。いいね。朝どれらしいよ、これ。ね、ブリブリ。うん。しかもめちゃくちゃ安かったもんね。安かった、ね。何でしたっけ、これ。2300円かな。いや、もっと安かったと思う。もっと安かった。うん。1000円台だったっけ。うん。サドルで、道の駅でしょ。うん。ポテンシャルがやばいよね。ね。市場だったらまだ、ね、話がわかりますけどね。よいしょー。いいねー。したー。うまそうだね。よいしょ。いや、食べられちゃうんですもんね、これが。うん。ブリシャブなんて、ブリシャブめちゃくちゃうまいよね。だしも効いたんですか。今日はね、だしは文明を使おうかな。だしですからね。ね、ブリから、ブリの身からね、だしが出るから。しゃぶってる間に出る。あ、よろしく。うちの駅で買ってきたポン酢も。ね、うま、あれもあったもんね。昨日飲んで。飲んでない。飲んだ。ちょっと乾杯しますか。そうですね。そわそわしてきた。そわそわしてきた。なんと、ここに、がっつり、寄生虫が。うわ。でもこれって、こっちの方の、うん、まあ、山口とか九州の方の方にしか入ってないんだよね。へ、北海道とかあっちの方のやつは、ほぼほぼ入ってない。海の海水温があれなのかどうなんだろうわかんないけど、うん、結構向こうこっち側の方のブリは入ってるので、食べ物とかいろんなことが関係してるんですね、うん、まあでも全然問題はないから取っちゃえば、うんうん、あ、そんなに簡単に取れるんだ。そうそうそう、こうやって取っちゃえば綺麗なんで、でも全然問題なく
食べれるんで、安心して食べましょう。ありがとうございます。乾杯しましょう。乾杯しましょう。乾杯しましょう。よし。いいんですか。いや、いただきます。今日はね、この阿武町のドン。ドンじゃない。このキャンプ場のこのキャンプ場の管理するスタッフさん。スタッフです。一緒に釣り教えてくれた。じゃあ、今日お世話になって。はい。よろしくお願いします。じゃあ、素敵な阿武町。ありがとうございます。はい、乾杯。はい、乾杯。さあ、作っていこう。よいしょ。すごい。腹だけでも。一回やっぱ酒場で腹と身を外していくんですね。そうだね、ここを外して、やるとそこからつながってるから。みっちゃん職業なんですか。俺、うん、YouTuber だよ。野暮なこと聞くなよ。気をつけてください先生。あ、分かりました。あー、美味しそう。ここでぶり大根にすると美味しいんだよね。今日はこのハラミのところをしゃぶしゃぶにして、セカタのところはお刺身でいただこうかなと。お持ちおります。ですか。トンジャウ案件ですね。トンジャウ案件ですよ。親方、これをちょっと、ここに骨があるから、試合分を取りつつ。これ見てるだけで飲めちゃうもんね。ね。どん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 、エンジンがかかってきて。これうまいぞ。違います、何か。やっぱね、鮮度がいいとね、また独特に、独特なこう旨味がある、あるんだね。歯ごたえだったりさ。うんうん、うん。やっぱその、なんつうの、違うじゃん。ちゃうな。違うじゃん。それの辺を味わえるのいいよね。これだ、しゃぶしゃぶ超うまいと思う。ブリしゃぶってなんであんなに美味しいんだろう。ねえ。なんか、ねえ、ブリの料理の中でも群を抜いてね、美味しいですよね。うん、うまい。これでもう上味になったんで、これは上味、背の方、こっちをまあお作りにして、うんうん、こっちをしゃぶしゃぶしようかな。ありがとうございます。お願いします。さあ、じゃあしゃぶしゃぶと作りにするんだけど、うんうん、はい、どっちをどれだけ食べたいかっていうのをでちょっと選んでいこうかなと。まあ喋ってます？これ喋ってるから。ふわずしやってるから。なるほど。うん、どれに、うんうん、ほら、ハラミを刺身で食べたいっていうんだったら、それにするし、で、背方をね、やるし。もしくは、親方のおすすめで。もしくは、刺身いっぱい食べたいか、しゃぶしゃぶいっぱい食べたいかっていうので、変わってくる。しゃぶりたいですね。しゃぶりたいですね。うん、じゃあ、これとこれと、うん、これ1本作りにして、うん、背方1本作りにして、あと全部しゃぶしゃぶしようか。お願いします。はい。じゃあ、こんな感じで。切り方が変わるってこと？切り方も変わるし、皮も引かないから、しゃぶしゃぶは。あ、なるほど。皮が美味しい。皮引かないんだ。皮引かない、これはね。初めて食べる。皮と身の間の脂も楽しんでいただこうと。ありがとうございます。お願いします。写真の感じで。乾杯！乾杯！乾杯！いきなり手でできた。じゃあ先に、ブリしゃぶの方の塩を当てて、塩で乾杯さすな。塩で下味っていうか、身を締めるために、全体に。量があるのに入れるものがないから、あえてスノーピークの台を使っちゃうっていう。この阿武町のこのキャンプ場、スノーピークのレンタルがあるから。充実してるね。そう、充実してて。手ぶらでもスノーピークが使えるっていう。むしろその、レンタルっていうか、入ってるんですよね。スノーピーク。あ、そう、スノーピーク。そうです。スノーピークの超創生コンサルっていう会社が、うん、この監修をしてくれてます。なんで、まあ、なんでってわけでもないですけど、まあ、スノーピークの製品で、基本的にレンタルは全てまた、うん。いいね。使い倒していきましょう、じゃあ。使い倒しましょう。というわけで、これを使わせていただきます。はい、ありがとうございます。で、ここに今、
引いたやつをのけていくんで、うん、はい、うん、はい、もうブリを引いてもう皮ごといっちゃうんで、うん、そのままいっちゃいましょう。お願いします。皮ごと引くんだね。皮とやっぱね、身の間に美味しい脂が入ってくる。ここはちょっとあれだけど、あちょっとすごいわ、身が生きてるから、うん、ブリブリ、うん、すごい。今日ちょっと柳持ってきてないから、山口県に。あ、そっかそっかそっか。そう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 。敏郎、これはすごいね。包丁が入っていかないもん。入ってかない、ね、入ってかない。入ってかない。身が生きてるとね、うん、包丁入っていかないんですよ。まあ、綺麗っすね。綺麗だよね。すげえ。山口っすね。ほら。うわぁ、すごい。うわぁ。捨て捨て捨て。また特のつまみ食いしちゃうんじゃないの？これ皮ついてっから。それでいいんだよ。みっちゃんと同じ。みっちゃん。言うな。すごいっすね。そうそう。切れ味すごいいいですね。腕なんですよ。いや、すごい。メンテナンスというか、切り方が、ね、うん。職業聞いてあげてくださいよ。職業なんですか？え？ユーチューバーだよ。ユーチューバーだった。全体が並べていくのもさっき、うん、振った塩の上に乗せてるってことですか？そう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 、回るように。当てることによって得られる効果は？こう身が締まって、まあ、余分な水分とかが出るっていうのと、うんうん、こう旨味がギュッと凝縮されるんだよね。なんだろう、塩当ててないとやっぱ最初に食べた瞬間の口に入れた瞬間がぼやける。ぼやける、うん、塩当てることによって締まってるから、こうブリ本来の旨味がスッとこう舌で感じられる。うーん、結構これ結構重要な作業なんですよ。うーん、すごいよこれは。もう美味しいですもんね。もう美味しいね。ね、美味しい動画ありがとうございます。ありがとうございます。あれですね、これ見てるだけで見ちゃったらもういいっすか。あっ、太いじゃん、太いじゃんな。まずろ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 。見られてた、見られてた。すげー、芸術ですね。すごい、やっぱこの薄く引いていくことで、うん、より火が入りやすくなるとか、食感だったりとか、イメージがあるんですか？まあ、薄く引いて、なんだろう、半生を味わいたい人、ちょっとちゃんと火入れて味わいたい人とか、なんか食感のこうバリエーションがこれ薄作りだと、いけるじゃない？しゃぶしゃぶって。ほんともう、2秒ぐらいしゃぶしゃぶして食べたいっていう人もこれもいけるし。うんうん、一瞬、本当に通すだけ。通すだけ。周りだけちょっと火が入るみたいな。はいはい、逆にちょっとこう、5割ぐらい火入れるみたいな、なんか、その場その場で自分の好みで楽しめるっていうのが、海鮮しゃぶしゃぶの良さで。なるほど。鮮度もいいしね。うんうんうん。で、そう。でもせっかくだから、ちょっと厚めに切って、ふわふわな身も味わう。お？いいんですか？ね、厚めに切るって火をしっかりやるとこうふわっとした多分身が味わえるからさ、その辺もちょっとぜひ行きましょうか。確かに見たい。ね、じゃあちょっと厚めのやつも、これ厚めって本当に厚めなんですね。これぐらいで、へえー、切り身漱石切り身厚めなそれ。これぐらいのやつだと先生、先生、こんなに分厚くやっちゃうんだ。え、これもしゃぶしゃぶするんですか？いや、これしゃぶしゃぶじゃなくて、みっちゃんが火入れて、完全に火入れて食べる。ただ鮮度がいいから多分崩れないと思うんだよね。入れ続けても、鮮度が悪いとやっぱもう火入れた瞬間に崩れちゃうから。阿部長が美味しい魚持ってきてくれるからさ。おぉ。危なくてしょうがないですね。危ない、ね。あらららら。うますぎちゃうよ。うまいなぁ。これで、これで鍋の仕込み終了かな。はい。ありがとうございます。です。
じゃこれはお作り用のやつを引くんだけど、うん、あのちょっとだけ言い訳し させていただくと、柳じゃないからちょっと心配ですよね。うまくいくかどうか。お作りってことはお刺身用ってことですか？ああ、そう、お刺身用です。いいですね。こう考えると包丁のありがたみがすげえわかるわ。おーい、上手じゃん。うーわ、いけたね。これやりたかっただけちゃうん？違うよ。じゃあ引いていっちゃいましょうか。お願いします。お願いします。食べやすさを考えて、引き方を変えるね。はい、違う違う。うーん、ちょっとあのブリブリしてるから、うん、薄めに引くね。うん、口の中で味が出やすいように。それ多分あさってだったら、うんうん、もうちょっと厚めに引いた方が美味しいんだけど、今日は噛み切れない、うん、今日はちょっとこれぐらいの厚みの方が美味しいかなと。音がすごいですね。切断グリグリいってるもんね。今日はみんないっぱいいるからね、楽しく食べれそうですね、うん、みんなで食べましょう、はい、プロの料理を。あのいろいろやっていただいたんで、今日はあのおもてなしで、うん、ありがとうございます。いただきます。盛り付けだけで飲めるの、盛り付けてる姿だけでねえ。何もしますか、いっぺん飲んでるんですよ。こっち取ってちょっと妻とかがあって申し訳ないけど、それでもこんな絶対に話してる。まずはお作りからちょっとお腹も減ったし、はい、食べていきましょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はチューブわさびで。お待たせしました。おー、近海の主のお刺身でございます。おー、うまそう。ちょっとブレシャブのネギだけ。ブリシャブで巻くんですか？このね、ブリシャブを食べるときに、ブリの出汁出るじゃん、うん、美味しいじゃん、このネギを一緒にこう取ることで、ネギの間に出汁が絡まって、ブリがまたジューシーで美味しくなるんですよ。気持ちいいっすね。何ですか？職業？ユーチューバーだよ。何回目これやられました？もうね、最近あのインスタで視聴者さんから言っていただけて定着し始めました、ね、定着し嬉しくて。いいですね。それだけで飲めちゃうんですよね。これだけでいいですか？これだけですかね。これだけで今宵はノールックで見てるんですけど、まだ演技が出ないんだ、ちょっと。これだけでもいいですね。あ、いっぱいいっぱい。洗濯欲しいな。あらよ、あらよと。キーボード欲しいな。同じようにはいかんからね。包丁のせいじゃないのこれ。包丁のせいじゃないわ。違うの、うん、気持ち。気持ちで、気持ちでいけるんだ。気持ちで。気持ちいい。ちょっと無視しないでもらっていい？それで先生見てもらえる？不安になった時は不安になって、不安になった先生精神安定剤にして。もう声出していいかな。シンプルにネギと三つ葉だけでね。あります。暴れないでください、手塚さん。よいしょ、お待たせしました。それだけじゃないからね、それだけで食べちゃう。頭に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